ラランジャ京都とは京都府京都市にあるサッカークラブチームである。クラブ名のラランジャとはポルトガル語でオレンジ色に由来する。1987年、板垣大一が学校法人機区の花幼稚園のサッカー指導を始め、ラランジャの母体を創設、1991年に中学生チーム、北山 FC、1992年に小学生チーム、 リオサッカークラブ、ユートモサッカースクールを設立。1997年、3クラブを再編し、ラランジャスポーツクラブに名称変更。代表は、板垣大一。2000年、アカデミー・オブ・スポーツ、ラランジャ京都、エース、ラランジャ京都として、組織改編。また、京都教育大学体育会サッカー部 OB により、創設された、 京都市用クラブを併合し、エース、ラランジャ京都トップチームを発足。上田茂夢が副代表に就任。2001年、板垣大一代表が顧問へ、上田茂夢副代表が代表に就任。2003年、愛知県豊川市に、エース、ラランジャ豊川が設立される。2006年、京都府相良郡木津町に、エース、学研都市が設立される。また、同時に、 京都府上用市に事務所を設置し、エース・ラランジャでライトとして福祉事業を開始。ありがとうございます。